あんたこれ何が入ってんの？これこれはウィンドブレーカーとか充電器とかおやつとか鍵とかいっぱい入ってます。すごいわね。これもラッファのカバンじゃないの？ラッファよ、ラッファ。あんたここにさ、ボトルゲージがつけられないからここに入れてるんでしょ？そうよ、入れるとこないのよ。あ、しかもその下に、これライトどうやってついてんの？これはうちの夫がすごいこれを作りました。え、作成 DIY ビアンキ DIY だわ。 DIY すごいわ。しかもこう逆さまにつけずにちゃんとこう正面でついてるんじゃないの？ちゃんと地面がきちんと照らせます。かっこいいわね。かっこいい旦那さんね。そうなのよ、器用なのよ。すごいわ、私も作ってほしいわ作ってくれるんちゃうかなレバーは105のビアンキインテンソ、インテンソっていうやつ、っていうやつよ。はい、あんま乗ってる人いない。あんま乗ってる人いないわフロントはデュラエースよ、パイオニアがついているわ。ローターのキューリングスね。あんた楕円が流行ってるのかしら？周りでは流行ってる、ね、多いわね、これ。楕円の人が多い、チームメイトは。チーム？あんたどこのチーム入ってるの？ムーサンサイクリングクラブ何それ、聞いたことないわムーサンサイクリングクラブMCC、イホーも入ってるわ入ってんの？入ってる人多いのねこれはデュラエースのペダルよデュラマルゴやねじゃあ、何やろ。は、ビッグブリーじゃないの？そうなの。カーボンドライジャパンよ。もらったの？あんたこんな高いのもらったの？もらったの。いいわね。買い物でできています。いいわ。リアのギアもこれ、アルテグラよ。チェーンももらった。KMC の DLC チェーンをもらったの？ピンク。ラファピンク。なんでこれチェレステカラーにしなかったの？やりすぎかなっていうか、まあもらったからあんたやりすぎかなって。あんたそのウェアとこれ合わしといて、なんでこれがやりすぎなのよ。全部ではない。もうなんなの、こだわりがすごいわこれギアは何が入ってるのかしらね。ギアはこれ28かしら、30 28ね。28です28を入れてるサイクリストはかっこいいと思うわ。そうなの？そう思わない？30とかダサいわ。25よ。25が入っているの？あんたアンカー乗ってんの？アンカーも乗ってる。センスがあるわね。あ、そうなの。RL8 やね。いいじゃないの。上り用でしょ、RL8。すごいね。おしゃれね。あ、これすごいわ。ゲージがついている。ゲージ付きの。あ、これそう、これめっちゃ便利やで。これだからさ、ボンベいらん。そうよね、足で踏めんねんこれ。え、手じゃないの？うん、足でこう踏めるから、なんかあのほら、なんだっけ、グラベルとか行く人が乗ってるような感じ。女子でも簡単に入れられるわね。あ、そうそう、おすすめだわこれ。おすすめよ、これは安心よ。女子はこれちょっと見といた方がいいんじゃないのあんたリトル式部に女子なんか一人もいないけどね。まあ女子のために取っといてあげるわ。パナレーサーよ。あとは調べなさい、こういうやつがついてるやつよ、うん、これがあると安心よ。お家にあるやつを持ち歩いてるもんであとこれ気になったんだけど、これ何なの？これ携帯つけてる、いつも携帯をここにつけてる、うん、これもついてるのにここに携帯をつけてるの、うん、なんで？ブックとか見てライドリードをすることが多いので、地図をよく見るのでここにつけてる。この地図じゃダメなのね。この地図と両方を使ってる。だってよパイオニア、だからあんたそういうことなんのよ。シマノとそういうことなんのよあんた。両方使ってるよ。このライトもなんか明るそうね。これはノブの、300、こういうほら横も見えるやつ。ここからも見えるってやつね。そうそうそう。あんたアンカー乗ってるって言ったから詳しくやってあげるわこれもノグよ。そうよ、これ前のもあるよ。フロントもこんなとこついてるわ、うん、あんたここにもライトついて、ここにもライトついて予備安全意識が高いわね。そうなの、素晴らしいサイクリストよ。充電切れた時にね。そうよ、充電が切れた時にね。そう常に予備を、常に予備をつけていますわそうよ、繰り返してくる
丁寧にやっていくわ。アンカーに乗ってる人は丁寧にやっていくわ。これは可愛らしいわね。あ、それね、それも旦那さんが付け替えてくれた。手作りこれ DIY? 売ってる売ってる。 DIY よこれDIY キャップ DIY よじゃあ